マイケル・フィンリーは、アメリカ合衆国入りのイ異種メルローズパーク出身のバスケットボール選手。NBA で15シーズンプレーした。ポジションは、シューティングガード、スモールフォワード。201センチメートル、102キログラム。ウィスコンシン大学でプレーした後、1995年の NBA ドラフトで1巡目21位指名で、フェニックスサンズに入団する。 ルーキーイヤーから先発に定着15得点4.6リバウンド3.5アシストのアベレージを残しオールルーキーファーストチームに選出されたしかしシーズン終了後にエースであったチャールズ・バークレイがチームを去ると翌シーズンのサンズは開幕13連敗を喫しフィンリーはシーズン中にジェイソン・キッドとの交換でダラス・マーベリックスへと放出された マーベリックスでは1試合平均20得点以上、5アシスト前後を稼ぎ出すエースとして活躍。フィンリーが移籍した、当時のマーベリックスは、リーグ最弱とも言われるほどの悲惨な状態だったが、1998年には、ドラフトでダークノビツキーを、トレードで、スティーブ・ナッシュを獲得すると、フィンリーを含めた彼ら3人は、ビッグ3と呼ばれるようになり、 チーム成績も右肩上がりで成長し始め、1999から2000シーズンには前シーズンの2倍の勝ち星を上げた。チームの流星とともに、自身も全盛期を迎え、このシーズンには、キャリアハイといえる22.6得点6.3、リバウンド5.3アシストのアベレージを残し、1999年と2000年には、オールスターにも出場。 2002年11月27日のデトロイトピストンズ戦ではキャリアハイとなる42得点を挙げる。その後もマーベリックスは成長を続け2002から2003シーズンには当時のチーム記録であったシーズン60勝を挙げ初のカンファレンスファイナルに進出するなどリーグでも有数の競合へと成長したがチーム躍進の立役者だったフィンリーは2005年に サラリーキャップ調整のために旧シーズンプレイしてきたチームから解雇されることになった。無制限の FA となったフィンリーの挙手に注目が集まったが、マーベリックス時代のチームメイトだったニック・バン・エクセルからの誘いを受け、最終的にマーベリックスの宿敵であった同じテキサス州に本拠地を置くサンアントニオ・スパーズに移籍した。スパーズでは マヌジノビリのバックアップとしてプレーし、出場時間の短縮に伴い得点も減少したが、ベテランのフィンリーが控えに回ることにより、スパーズのバックコート陣の層は大幅に厚みを増した。フィンリー自身は、パワーとスピードを生かしたスタイルから、ジャンプショットを中心としたシューターにスタイルを変化させた。スパーズで2年目となる2006から2007シーズンでは、ジノビリが、 シックスマンに転向したことにより、プレイオフでは、先発に起用され、1回戦のデンバーナゲッツとのシリーズ第6戦では、スリーポイントシュート9本のうち8本を決めるなど、活躍。ファイナルまで勝ち上がったスパーズは、クリーブランドキャバリアーズを4戦全勝で破り、フィンリーは念願のチャンピオンリングを手に入れた。二千七から二千八シーズンでは、同じように、マヌジノビリが、 6万となっているため、スターターで起用され、82試合すべてに出場した。プレイオフ1回戦フェニックスサンズ戦では、終了間際に同点3ポイント決めて、チームの勝利に貢献。だが、カンファレンスファイナルで、ロサンゼルスレイカーズに敗れ、またしても、連覇の夢が打ち砕かれた。2010年2月28日に、ウェーバーにかけられ、3月6日、 ボストンセルティックスと契約。同年のローサンゼルスレイカーズとの NBA ファイナルにも出場したが敗れた。ありがとうございます。